あり許可をしましたのでご報告いたします。これより本日の会議を開きます。日程第一、諸報告を行います。市長から報告のありました報告第33号および報告第34号の2件については、その写しをお手元に配布しておりますのでご覧おき願います。次に日程第2、請願第28の3号を議題といたします。委員長の報告を求めます。総務常任委員会、水谷治委員長。おはようございます。ただいま議題となりました請願第28の3号、東日本大震災に起因する避難者の住宅支援継続を求める請願につきまして、平成28年10月3日に本委員会が審査いたしました結果についてご報告いたします。本請願については、審査の際請願者の一人を参考人として出席を求め、請願提出の経緯や趣旨などについて質疑を行ったものであります。討論はなく採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。なお質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見要望の項目については、請願審査報告書に添付いたしておりますのでご覧おき願います。以上で報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。これより討論を行います。これにて討論を終結いたします。これより請願第28の3号を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採決すべきものであります。採択すべきものであります。本請願は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって請願第28の3号は採択されました。次に日程第3、意見書案第5号を議題といたします。お諮りいたします。本意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本意見書案については提案理由の説明を省略することに決しました。これより質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。お諮りいたします。本意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本意見書案については委員会付託を省略することに決しました。これより討論を行います。これにて討論を終結いたします。これより意見書案第5号を採決いたします。本意見書案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書案第5号は原案のとおり可決されました。意見書第5号の取り扱いは議長にご一に願います。次に日程第4、請願第28の4号を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設水道常任委員会、関谷智子委員長。
ただいま議題となりました請願第28-4号生活踏切の機能を補完する措置を求める請願につきまして平成28年10月6日に本委員会が審査いたしました結果についてご報告いたします。本請願につきましては審査の際請願者の一人を参考人として出席を求め請願提出の経緯や趣旨などについて質疑を行ったものであります。討論では日本共産党宇治市会議員団委員及び自民党宇治市会議員団委員から賛成討論がそれぞれ行われ採決の結果全会一致で採択すべきものと決しました。なお質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見要望の項目並びに討論の詳細については請願審査報告書に添付いたしておりますのでご覧おき願います。以上で報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。これより討論を行います。山崎恭一議員。請願28-4号生活踏切の機能を補完する措置を求める請願について日本共産党を代表して賛成討論を行います。明治29年に後に奈良線となる奈良鉄道の線路が宇治に敷かれたときにはすでに東宇治地域では多くの人々が生活をしていました。線路はその暮らしの真ん中を横切って敷かれたのです。以来生活道路と線路は長く共存してきました。その後鉄道が大きく発展して電化され運行本数も飛躍的に増えましたが踏切の整備や安全施設の設置は十分に進められることなく時間が推移してきました。安全な踏切は地域の人々の切実な願いでした。ところが2016年7月28日小畑大爆地域の JR 奈良線の生活踏切5カ所がすべて閉鎖されました。地域の願いを踏みにじる JR の言い分だけを押し通したものだと言わざるを得ません。線路の西側には多くの民家が立ち並び高齢者も多く住んでおられます。商業施設、病院、金融機関、墓地など日々の暮らしに欠かせない施設は線路の東側に集中しています。閉鎖の結果2つの地域は分断され1キロにわたって踏切がなくなってしまいました。並行して走る京阪電鉄が同じ区間に数々の踏切を設置していることと比べても JR 線の長い閉鎖区間は異常さが際立っています。また災害時の避難場所である宇治小学校への避難路も塞がれてしまいます。さらに議会の審査住民の方々の指摘を通じて、数々の問題点が浮上しています。住民説明会で道路法31条1項により当該交差点の方式は立体交差しかないんだとこう説明され平面交差の踏切は設置自体ができないと言われましたが同法の31条1項はただし当該道路の交通量または当該鉄道の運転回数が少ない場合地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を省くほか当該交差点の方式は立体交差としなければならないとするものであり生活踏切が立体交差でなければならないとする要件から省かれていくことは明白です。法を曲解して住民に説明し住民の方に多大な費用負担で、立体交差は無理だ納得させるできたのではないでしょうか。また生活踏切の廃止を含む奈良線の複線化に伴う基本協定書これはその締結に先立って議会に基本協定書案を報告したとする回答も間違っていることが明らかになりました。基本協定書案なるものは
実は議員には一度も提示をされていなかったんです。またこうした、数々の法令違反や不手際が明らかとなってきました。日本共産党宇治市会議員団は9月1日 JR 西日本に生活踏切に安全施設を設け、住民の要望に沿った解決を求める要望書を提出をしました。この中では、これまで全く安全対策を講じてこなかった宇治市 JR にこそその責任があり、地域住民の長年の生活を壊さないよう安全装置を設置し、住民の要望に沿った解決が図れるよう強く要望しますとしています。行政と JR によるこうした経過を見直して、何よりも市民の声に耳を傾け、交通弱者に思いを寄せ、安全な踏切の整備とによって東西の往来をできるような対策を講じるべきです。市も建設部長が JR に市民の思いを伝えに行かれたようです。本日この請願についても議会での可決の見込みであります。このことを出発点に、新たな安全対策、住民の願い実現に市が踏み出すことを強く求めて賛成討論といたします。堀昭人議員。請願第28の4号、生活踏切の機能を補完する措置を求める請願について、自民党市会議員団を代表して、賛成の立場から討論を行いたいと思います。詳細については、委員会等の質疑もございましたので、ここであえて申し上げることもなく、簡潔に申し上げたいと思いますけれども、7月28日、宇治市によって JR 奈良線の六地蔵大瀑間の生活勝手踏切5か所が封鎖をされました。これは高齢化の進む同地域住民の買い物や通院など日常生活を激変させるとともに、災害時避難路等の側面では大きな心配となっております。また10月6日、建設水道常任委員会では、この請願人から、生活弱者の救済をと、こういう強い思いを述べられたところでございます。振り返りますと、今回の課題は、地域住民への説明責任の不足、つまり市民不在になっていたのではないかということ、もう一つは、安全と利便性、この2つ双方を満たす工夫が足りなかったのではないかということでございます。そして私は何よりもここで求められるのは市長の政治判断だろう、このように思っております。この請願が採択されました折には、ぜひ私は12月までの市長の任期の中で一定の方針をお示しいただくべきだと、このように思っております。最後に、できない理由を100述べるよりも、ただ一つ、実現するための市長の判断を求めて、賛成討論といたします。ありがとうございました。これにて討論を終結いたします。これより請願第28の4号を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。本請願は委員長報告のとおりに決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって請願第28の4号は採択されました。次に日程第5、諮問第2号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。
山本市長。おはようございます。ただいま議題となりました諮問第2号人権擁護委員候補者を推薦するにつき意見を求めるについてにつきましてご説明を申し上げます。本件は本市人権擁護委員の関川久美子氏及び池田文氏が平成28年12月31日まで任期延長でご活躍をいただいておりますが、それぞれ後任として北村芳美氏及び市村由香氏を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるため諮問いたすものでございます。よろしくご審議をいただき、ご賛同のご意見を賜りますようお願い申し上げます。これより質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。お分かりいたします。本諮問については会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本諮問については委員会付託を省略することに決しました。これより討論を行います。これにて討論を終結いたします。これより諮問第2号を採決いたします。本諮問は適任とする意見をすることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって諮問第2号は適任とする意見をすることに決しました。次に日程第6議案第59号及び議案第60号の2議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。お分かりいたします。2議案については会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって2議案については委員会付託を省略することに決しました。これより討論を行います。これにて討論を終結いたします。これより議案第59号及び議案第60号の2議案を一括して採決いたします。2議案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第59号及び議案第60号の2議案は原案のとおり可決されました。次に日程第7議案第61号及び議案第63号の2議案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。総務常任委員会水谷修委員長。ただいま議題となりました議案第61号宇治市市税条例等の一部を改正する条例を制定するについて及び議案第63号財産取得するについての2議案について本委員会が平成28年10月3日に市当局から説明を受け審査いたしました結果についてご報告いたします。議案第61号につきましては日本共産党宇治市会議員団の委員から反対討論が行われ採決の結果民進党宇治市会議員団の委員自民党宇治市会議員団の委員公明党宇治市会議員団の委員及び京都維新宇治の委員が賛成し賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第63号のにつきましては日本共産党宇治市会議員団の委員から賛成討論が行われ採決の結果全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見要望の項目並びに討論の詳細については委員会審査報告書に添付いたしておりますのでご覧おき願います。以上で報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。これより討論を行います。これにて討論を終結いたします。これより採決いたします。採決は分割して行います。最初に議案第61号を採決いたします。本議案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものであります。本議案は委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第61号は原案のとおり可決されました。次に議案第63号を採決いたします。本議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。本議案は委員長の報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第63号は原案のとおり可決されました。次に日程第8議会議案第6号および議会議案第7号の2議案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。市民環境常任委員会久保田幹彦委員長。ただいま議題となりました議会議案第6号宇治市商業振興に関する条例を制定するについて、および議会議案第7号、宇治市良好な商業観光の形成に関する条例を制定するについての2議案につきまして、本委員会が平成28年10月5日、議会議案提出議員から説明を受け、審査いたしました結果について報告いたします。2議案につきましては、公明党宇治市会議員団委員からの反対討論が、日本共産党宇治市会議員団委員及び京都維新宇治委員から賛成討論がそれぞれ行われ、採決の結果、日本共産党宇治市会議員団委員及び京都維新宇治委員が賛成し、賛成少数で否決すべきものと決しました。なお、質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見要望の項目並びに討論の詳細につきましては委員会報告委員会審査報告書に添付いたしておりますのでご覧おき願います。以上で報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。これより討論を行います。これにて討論を終結いたします。これより議会議案第6号及び議会議案第7号の2議案を一括して採決いたします。2議案に対する委員長の報告は否決すべきものであります。2議案は原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。起立少数であります。よって議会議案第6号および議会議案第7号の2議案は否決されました。次に日程第9、議案第62号および議案第64号から議案第66号までの4議案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設水道常任委員会関谷智子委員長。ただいま議題となりました議案第62号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて、議案第64号指導路線の認定について、議案第65号ウトロ地区小規模住宅地区改良事業雨水貯留施設西宇治中学校整備工事の請負契約を締結するについて、及び議案第66号ウトロ地区小規模住宅地区改良事業公的住宅第1期棟建設建築工事の請負契約を締結するについて、以上4議案について本委員会が平成28年10月6日に実地調査を行い、市当局から説明を受け審査いたしました結果についてご報告いたします。4議案については討論はなく、採決の結果いずれも全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。なお質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見要望の項目については委員会審査報告書に添付いたしておりますので、ご覧おき願います。以上で報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。これより討論を行います。これにて討論を終結いたします。これより議案第62号及び議案第64号から議案第66号までの4議案を一括して採決いたします。4議案に対する委員長の報告は原案の通り可決すべきものであります。4議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第62号及び議案第64号から議案第66号までの4議案は原案のとおり可決されました。次に日程第10議会議案第5号を議題といたします。委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員会荻原豊久委員長。ただいま議題となりました議会議案第5号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定するについてにつきまして、本委員会が平成28年10月4日に議会議案提出議員から説明を受け審査いたしました結果についてご報告いたします。本議案については討論はなく採決の結果、日本共産党宇治市会議員団委員が賛成し、賛成少数で否決すべきものと決しました。なお質疑の中で各委員から出されました質疑及び意見要望の項目については委員会審査報告書に添付いたしておりますので、ご覧おき願います。以上で報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑を行います。これにて質疑を終結いたします。これより討論を行います。真田篤議員。議会議案第5号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定するについて、対し反対する立場から討論を行います。宇治市の国民健康保険事業特別会計は、
形式収支の黒字が続き、基金についても一定額を維持し、保険料の制定については、将来の動向を見定め、可能な限りの財源対策を講じることによって、平成24年度以降、5年連続で保険料を据え置かれています。しかし、その財源対策も平成28年度は総額で5億9000万円まで拡大し、形式収支や基金も減少する局面に転じるなど、これを維持することすら難しい状況です。一方、国保に加入されている方々にとって、保険料の負担が決して軽いものではないことは十分承知していますが、今後とも生命と健康に対する市民の安心を確保するため、国民皆保険制度を不可欠な基盤として堅持すること、またその要となる国保については、広域化をはじめとする制度改革や国レベルでの財政支援の拡充を求めつつ、市においても高齢化や医療技術の進歩とともに増加を続ける医療費への対応として、健康長寿日本一を目指したさまざまな対策を積極的に講じることで、安定的な運営を持続させることが何よりも重要だと考えます。そのような中、議会議案第5号は、保険料の据え置きからさらに保険料を引き下げるというものですが、これには3億4000万円の追加財源が必要で、最終的には9億3000万円の対策を単年度で実施することになります。医療費等の支出が年々増加する状況において、これらに見合う恒久的な財源を手当てすることなく、保険料の引き下げを行えば、後年度において大幅な保険料の値上げや、新たな財源対策を講じなければならない状況に陥り、制度の維持や健全かつ安定的な運営ができないと考えます。従いまして、この度の議会議案第5号に対して反対をいたします。山崎佑議員。議会議案第5号、宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定するについて、日本共産党宇治市会議員団を代表して賛成討論を行います。国民健康保険の加入者は、自営業者や高齢者、失業者の方などが多くを占めています。日本共産党宇治市会議員団のアンケートに、国保料が高すぎる、年金生活者には負担が厳しい、国保料金の引き下げをなど、多数の切実な声が寄せられています。アベノミクスの失敗や消費税増税などの影響で、格差と貧困が広がる中、年金は減り続け、不安定雇用で失業を余儀なくされるなど、市民の暮らしは大変厳しくなっています。2016年度の宇治市の国民健康保険料は、給与収入300万円、40歳代の夫婦、子1人の3人世帯で38万1400円、収入の 12.7%、1.5 ヶ月分の負担となります。保険料を払いたくても高すぎる保険料は負担の限界を超えています。一方で宇治市の国民健康保険事業は実に2009年度から7年連続の黒字です。14年度4億8339万円、決算で示された15年度は4億1613万円の黒字です。予算編成の段階で前年度黒字分の繰越金を0円と積算し、歳入を小さく、歳出を大きく見込んで予算を組んでいますが、実際の決算では、数億円もの前年度繰越金が入り、歳入が大きく、歳出が小さくなり、毎年数億円規模の黒字となっています。予算段階で財政調整基金へ積み立てる歳出額は、2014年度が434万円、15年度が859万円です。しかし、決算では黒字額の約半分を積み立て、その額は14年度3億2548万円、15年度は2億3408万円にも上ります。その結果、
基金残高は9億7715万円にも上っています。財源対策に5億9000万円、こういった話も出ていますが、宇治市は国保会計の中で一般会計から繰り入れている額を取り上げて、この財源対策または単年度の赤字、こういった説明をしています。しかし宇治市が一般会計から繰り入れているものは、保険基盤安定制度や出産育児一時金、職員給与費など法で定めのあるものであり、その原資は国、京都府宇治市で支出割合が決められており、宇治市独自の対策などではなく、すべての自治体で行われており、赤字の理由とはなりません。その一方で宇治市は保険料の高騰を抑え、市民の保険料負担の軽減を行う、一般会計からの法定外繰り入れ、これを行っていません。法定外繰り入れは府内15市のうち9市で行われています。宇治市もたしなみに法定外繰り入れを行えば、負担の限界を超えた高すぎる保険料の軽減ができますが、2013年度、14年度、15年度の直近3年間だけを見ても、法定外繰り入れは0円です。毎年の黒字が、これは数億円にも上る、これは安定運営を通り越して、保険料の取りすぎと言わざるを得ないのではないでしょうか。国民健康保険について、市当局は委員会の質疑で、一般会計からの繰り入れについて、保険に加入していない人が二重の負担となる、こう答弁をいたしました。しかし、国民健康保険は特殊なものではなく、75歳になるまでの間、ほぼすべての人が加入するもので、まさに国民皆保険制度の土台となるものであり、加入者だけが負担する相互扶助の制度ではありません。社会保障制度であります。国民健康保険制度の趣旨にもう一度立ち返って、市民が保険料を支払えるかどうかということに目を向けて、市民の暮らしを守る自治体としてその役割を果たし、負担の限界を超えた高すぎる国民健康保険料の引き下げを行うべきです。以上の理由で本議案に賛成するものです。これにて討論を終結いたします。これより議会議案第5号を採決いたします。本議案に対する委員長の報告は否決すべきものであります。本議案は原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。起立少数であります。よって議会議案第5号は否決されました。次に日程第11、議案第68号から議案第74号までの7議案を一括して議題といたします。提案理由の説明を求めます。山本市長。ただいま議題となりました議案第68号から議案第74号までの7議案につきましてご説明を申し上げます。提案をいたします7議案につきましては、平成27年度宇治市一般会計歳入歳出決算をはじめ、各特別会計および企業会計の決算の認定を求めるものでございます。決算にかかります詳細につきましては、会計管理者および上下水道部長により説明をさせていただきますので、よろしくご審議をいただき、ご認定を賜りますようお願い申し上げます。土肥会計管理者。ただいま提案理由の説明がありました議案第68号、
平成27年度の一般会計及び議案第69号から議案第72号までの4特別会計の歳入歳出決算に関する概要につきまして、歳入歳出決算書に基づきまして、会計ごとに順次ご説明申し上げます。まず最初に議案第68号一般会計についてご説明申し上げます。歳入につきましては、決算書2ページから7ページでございます。歳入合計は予算減額634億4931万5712円、調停額624億4750万5063円に対しまして、収入済み額609億8489万1円でございます。不納欠損額は7084万8234円、収入未済額は13億9626万2515円となっております。次に歳出につきましては、8ページから13ページでございます。歳出合計は予算減額634億4931万5712円に対しまして、支出済み額605億8226万5125円でございます。翌年度繰越額は13億2959万6971円、扶養額は15億3745万3616円となっております。従いまして、歳入歳出差引残額は4億262万4876円となりましたが、繰越免許費繰越額1億2562万8218円を差引きいたしますと、翌年度繰越額は2億7699万6658円となったところでございます。続きまして、議案第69号国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。まず歳入につきましては、174ページから177ページでございます。歳入合計は、予算減額236億482万4000円、調停額248億428万1378円に対しまして、収入済み額236億5050万5180円となっております。不納欠損額は1億7793万8906円、収入未済額は9億7932万4802円でございます。次に歳出につきましては、178ページから181ページでございます。歳出合計は予算減額236億482万4000円に対しまして、支出済み額232億3437万1952円、扶養額は3億7045万2048円でございます。従いまして、歳出差引残額は4億1613万3228円となり、同額が翌年度繰越額となっております。次に議案第70号後期高齢者医療事業特別会計についてご説明申し上げます。まず歳入につきましては、214ページから215ページでございます。歳入合計は予算減額23億6488万5000円、調停額23億2069万4369円に対しまして、収入済み額22億8535万9507円となっております。不納欠損額は508万5552円、収入未済額は3467万4271円でございます。次に歳出につきましては、216ページから217ページでございます。歳出合計は予算減額23億6488万5000円、支出済み額22億7360万6326円となっております。扶養額は9127万8674円でございます。従いまして、歳入歳出差引残額は1175万3181円であり、翌年度繰越額も同額となっております。次に議案第71号介護保険事業特別会計についてご説明申し上げます。まず歳入につきましては、232ページから235ページでございます。歳入合計は予算減額139億7086万3000円、調停額132億1778万2374円に対しまして、収入済み額131億2194万
9210円となっております。不納欠損額は2780620円、収入未済額は7100万6854円でございます。次に歳出につきましては236ページから237ページでございます。歳出合計は予算減額1397863000円、支出済み額1275481979円となっております。扶養額は119538021円でございます。従いまして歳入歳出差引残額は次の238ページでございますが3億4646万7231円であり、翌年度繰越額も同額となっております。次に議案第72号墓地公園事業特別会計についてご説明申し上げます。まず歳入につきましては268ページから269ページでございます。歳入合計は予算減額3810万円、調停額3820万9143円に対しまして収入済み額3763万3143円となっております。不納欠損額はゼロ、収入未済額は576000円でございます。次に歳出につきましては270ページから271ページでございます。歳出合計は予算減額3810万円に対しまして支出済み額3763万3143円でございます。扶養額は46万6857円となっております。従いまして歳入歳出差引残額はゼロでございます。ただいま一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算についてご説明申し上げましたが、各会計の実質収支を申し上げますと、一般会計につきましては2億7699万6658円の黒字、特別会計につきましては国民健康保険事業特別会計で4億1613万3228円、後期高齢者医療事業特別会計で1175万3181円、介護保険事業特別会計で3億4646万7231円の黒字となっており、墓地公園事業特別会計につきましてはゼロとなっております。以上、平成27年度の一般会計及び各特別会計の決算についてご説明申し上げました。何卒よろしくご審議の上ご認定賜りますようお願い申し上げます。脇坂上下水道部長。議案第73号平成27年度宇治市水道事業会計決算及び議案第74号平成27年度宇治市公共下水道事業会計決算の概要につきましてご説明を申し上げます。まず議案第73号水道事業会計についてご説明申し上げます。決算書の1ページ2ページの収益的収入及び支出につきまして、水道事業収益は消費税込みで34億3907万499円、水道事業費用は消費税込みで32億7602万1293円となっております。次に5ページの税抜き損益計算書では、損益計算の結果、下から3行目の当年度純利益は1億2025万7737円となり、当年度未処分利益剰余金につきましても同額となっております。次に決算書3ページ4ページの資本的収入及び支出につきましては、収入額が8億3109万8899円、支出額が13億6809万6594円となり、差し引き不足額5億3699万7695円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3928万9292円と、可燃度分損益勘定留保資金4億9770万8403円で補填をいたしました。続きまして議案第74号
公共下水道事業会計につきましてご説明を申し上げます。公共下水道事業につきましては地方公営企業法を全部適用いたしました初年度の企業会計決算となるものでございます。決算書の43ページ44ページの収益的収入及び支出につきまして下水道事業収益は消費税込みで51億7227万4186円下水道事業費用は消費税込みで51億7232万8563円となっております。次に47ページの税抜き損益計算書では損益計算の結果下から2段目当年度純損失は1億4640万8560円となり当年度未処理欠損金につきましても同額となっております。次に決算書45ページ46ページの資本的収入及び支出につきましては収入額が48億6583万1191円支出額が61億9559万4764円となり差し引き不足額13億2976万3573円につきましては当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億4640万8560円と当年度分損益勘定留保資金11億8335万5013円で補填をいたしました。以上よろしくご審議賜りご認定いただきますようお願い申し上げます。これより質疑を行います。水谷治議員。ただいまご提案されました、決算について、付託前の質疑を行いたいと思います。本件は、決算書の財産の面積と全員協議会等での答弁の面積が食い違っている、従いまして、本来、市長が提案するまでにその食い違いを是正するべく全員協議会等を開いて、過去の答弁の整理精査をしておくべきであります。そのことは議会運営委員会でも、我が会派の委員が指摘をしました。全員協議会の開催については、発言の訂正の申し出を市長側が行うこと、そして議長の権限が開会の要件ですから議会運営委員会の権限の及ばないことなので議長が開会をしない、市長が発言の訂正の申し出を決算の提案までにしたいと申し出なかったことに起因するものでありますのであえて質問したいと思います。決算書の財産に関する調書によれば公園の土地地籍は43万2800トビ 7.96 平米になっており、そのうち天神台第二公園の面積が1672平米になっています。ところが今会期中である9月21日の全員協議会では同公園の面積が1580平米、残る面積は1010平米であると答弁されています。この公園の面積というのは、宇治伊勢田線の計画線を変えるのにあたり、天神台の、主要な公園の、宇治市の説明によれば4割を、道路によって削るというものであり、このことをめぐって住民と市がトラブルになっている、その面積であるだけに重要なことであるので、
整理をしておく必要があるというふうに思います。道路の公園の大部分がかかって自治会住民から反対意見が出され、そういうのこもとで、決算との不整合、このことは事前に、提案前に整理すべきだというふうに思いますが、市長はどのように考えているんでしょうか。同時に決算書がすでに提案されたので、2つの矛盾する数字の存在を整理する必要がありますが、以下6点について具体的に説明ください。1つは公園面積そのものです。全員協議会ではの答弁では1580平米と市は言っていました。決算書には1672平米、100平米近くも狂ってる。どっちが本当なのか、説明ください。道路に取られてしまう、取られて減少してしまった後の公園面積、全員協議会の答弁では、1010平米と言っていますが、決算書から計算すると、1102平米というふうになります。どっちが合ってるのか、説明ください。3つ目が、道路に、公園に道路がかかる面積であります。全員協議会の答弁から計算した数字および都市計画審議会での答弁では、公園に道路がかかる面積は570平米と言ってますが、この570平米が合ってるのかどうか、明らかにしていただきたい。4つ目、公園面積に対する道路がかかる面積の割合、建設水道常任委員会では、先の建設水道常任委員会では、公園の4割に道路がかかると市は答弁し説明をしました。決算書から計算すると3割になるはずです。建設水道常任委員会ではこの答弁の訂正はいまだになされていません。どうするのでしょうか。また5つ目、開発で業者から宇治市が寄付を受けた公園でありますが、寄付を受けた書類を私は、見ました。その図書には、1675.7平米と書いてあります。会計室長、私この質問書を渡してありますけども、お尋ねします。公園の寄付を訳した図書と数字間違っています。図面も存在します。それとこの財産の目録の食い違いはどのように整理して調査して、どちらが正しいと判断されたんでしょうか。ご説明いただきたい。少数点以下の端数も寄付の書類にはありますが、宇治市のものにはありません。面積も大きく食い違っている。どっちが正しいのか、会計室長なりの明快な説明を求めるものです。6つ目、何よりも住民に説明した面積と決算書が食い違っている。住民に訂正を申し出たのかしたのか、どうするのか明らかにしていただきたい。この6つの矛盾と不整合は、私は決算を提案する前に整理する必要があると思います。私自身も当局に決算と数字が違ってますよということは、だいぶと以前に指摘しました。ところが今に至るまで整理がされていませんので、なぜ整理をしていないのか、また、以上述べた6点について、明快な説明を求めるものでございます。以上です。木下都市整備部長。天神台第二児童公園の敷地面積につきましては、決算書に記載をしております1672平方メートルが正しい面積でございます。なお、この間、所管の常任委員会、全員協議会等で答弁しております
1580平方メートルにつきましては、その後精査いたしましたところ間違いであることが判明し、所管の常任委員会での答弁につきまして、訂正をお願いしたところでございます。また全員協議会での答弁につきましても議会とも調整をさせていただきたいと考えております。大変ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。今後はこのようなミスが起こらないよう十分な確認を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。なお、ご質問いただきました公園面積ですけれども、先ほどまず決算書の1672平方メートルが正しいということをお答えさせていただいたとおりでございます。それから道路に取られてしまうというか、の道路として計画をしている公園の中の面積についてですけれども、これはあくまで CAD で測った外数面積ですけれども、約道路にかかる面積としては約570平方メートルではないかというふうに考えております。それからそれから公園として残る面積ですけれども、先ほどの1672平方メートルから約570平方メートルを引き算をすることになりますので、おおむね1100平米程度が残るというふうに考えております。これにつきましても道路部分があくまで外数の数字でございますので、約1100という形で考えているところでございます。それから約4割というお話でございますけれども、この部分については先ほどの数字から逆算いたしますと、端数以下は別といたしましても、おおむね3割になってこようかと思います。それから住民への説明なんですけれども、都市計画の決定に向けた手続きの中で今後地元説明なども予定しておりますので、その中で経過も含めてご説明をさせていただきたいというふうに考えております。なお全員協議会での答弁との矛盾点につきましては、今後先ほども申しました通り議会とも調整をさせていただく中で訂正をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。寄付の書類の関係の答弁が抜けてますけど、土肥開閉管理者、会計管理者としては財産管理者である各課長からの通知を受けて、財産の記録管理を行っているものですけれども、その通知に基づは確認して決算書の付属書類を調整しております。でその財産に関する明細書調書につきましても、原稿作成の段階および冊子が完成した段階で各所属にも確認をしていただいてますので、決算書は正しいものというふうに考えております。水谷治議員。決算書は正しいものと認識していますって、私言うてるでしょ。公園というのは寄付を訳した書類があって図面があって、で寄付をもらうわけです。その面積と決算書が違うんですけどね。その書類私も一部は持ってますけど、図面も持ってるでしょ。開発で出してるし、寄付でもらってるじゃないですか。なんで分からへんんですか。でしかも、部長は
公園面積については今後全庁で訂正したいといった。その他については訂正する意思がないことを表明された。そんなむちゃくちゃな話ないと思いますよ。発言した1010平米も違うわけでしょ。全員協議会で1010平米というと、これ間違ってたわけでしょ。これは訂正する意思はない。そんな訂正する意思もないもん話にならんじゃないですか。で、全庁開くのは議長の権限だから、議長今今後訂正したいというのですから、付託までに全員協議会を行って事の整理をするべきだと思います。それでなければ先ほどの6つのそれぞれの各論について改めてきちんとどうするのかも含めて答弁してください。私書類持ってますけどね、寄付を訳した書類と決算書の数字が違うじゃないですか。どっちが正しいんですか。まあ、今日やってもここでやってもいいし、どこでやってもいいけども、部長は、今後全員協議会で、発言の訂正はしたいとおっしゃってるんだから、付託までに全員協議会を開くように議長の方でよろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。まず今の質問項目に対して答弁あります。都費会計管理者。会計管理者といたしましては、財産を管理されている、各所属からの、通知を受けたものが、正しいものということで、処理してますので、そこの照合というところまでは会計管理者の段階ではしておりません。ただその通知を受けた者がをもって財産の調書を調整しているということでございますので、よろしくお願いします。木下都市政部長。寄付目録までの確認は私もできておりませんが、登記簿上の確認までは、しております。登記簿上の数値と決算書類が合致しているということで、正しい面積としては1672平方メートルが正しいというふうに考えているところでございます。木下都市政部長。
先ほどもお答えしましたけれども、登記簿面積および、その数字の根拠となっております地籍測量図等の確認をして、先ほど答弁をさせていただきました。なお、寄付目録については、私現物を確認しておりませんので、精査をさせていただきたいと思います。ただいまの答弁により、今精査をするということですので、確認するための休憩を取らせていただきたいと思います。暫時休憩いたします。